怖い。5時半に起きて30分寝て6時に起きました。スタート配信久しぶり。おはようございます。今日は夜配信ができないので、次配信するときは明日の夜。おはようございます。今日はアラーム2個ですよ。まあ、いつもです。あとはもう寝坊しちゃダメな時はめっちゃかけちゃう。お花ありがとうございます。ママさんご機嫌でしたか？ご機嫌、いつもご機嫌です。いつもご機嫌です。昨日ママと配信終わった後に30分も電話しちゃった。何時に起きた？今日は6時。アラーム一つで4時寝から、それはすごすぎる、絶対無理。私4時寝で4時に寝て6時に起きたことはほとんどほぼほぼってかないんですけど、2時間睡眠あったっけな。でも本当に手で数えられるくらいしかないけど、絶対無理。2時間睡眠なんて私本当にできない。もう絶対に寝坊しちゃう。4時まで起きてたことは1回ある、覚えてるのは。でも4時集合、4時起きで4時なんか何時集合とかもあるけど、でもなんかお仕事の時はすごいめっちゃアラームかけ、ありがとうございます。そう、2時間はね、1回ね、中学校の時、中学生の時になんか調子乗ってすっごい夜更かししちゃって、なんかその時でも普通に余裕で次の日学校で全然ね、やばーってなって寝て、もう中学生、今は高2です。早速その日の学校の授業はもうありえないくらい眠かった、美味しくない。ただでさえ眠いのにさ。でも今日って何、今日って何ですか？今日って木曜日ですか？あ、ですね。今日も、え、あ、高2だ、高2です、高2。その時に復習した理由ね、覚えてないんだよね。でも別に何かあったからとかじゃない、ただなんか眠くないから寝ないみたいな。謎だけど、夏休みの課題はまだもらってないので分かりませんけど、なんか夏休み前に終わらせてくださいみたいな提出物が多くて、ちょっと早めにやっとかないとって思って、ちょっと終わらせちゃ
終わらせたのもある終わらせてないのもあるけど、おはようございます。だから偉いねっていうおはようございます。お腹すいたな。木曜日、あーそっか、みんなじゃあ今日ドキドキだね。いつもあの初日アイドルエッセンス、そっか。でも初日お何外れちゃっても見に来てねみんな。夏休みの課題、宿題、自分のは早く終わらせて、おさら手伝ってあげて。いや、サラも頑張ってよサラも頑張ってください。でも私、サラの課題何回か手伝ったことあるんだよね。内緒で、内緒でも楽しみ、本当に。でも頑張る。ドラマありがとうございます。サラちゃんが自分で勉強できるべき、サラはできる子なので甘やかさないでください。シャマドもありがとうございます。ドラマありがとうございます。サラちゃんね、サラでもサラなんかちっちゃいもんだとユウとヤヒのイメージが強すぎてわかんないんだけどさ。シャムダムありがとうございます。バラありがとうございます。ついでにうちの村長のも手伝ってね、手伝ってね手伝ってねね考えますね。青が早く終わらせた場合でしょ。だってそれ私早く終わらせられるかな課題。誰もありがとう、誰もありがとうございます。私が課題を早く終わった場合ですよね。だってそれ本当に課題なんか課題は早く終わらせたいと思うけど、なんか何そのさ、昔からさ、今回の夏休みどんな課題が出るか分かんないけど、なんか中学の時とかさ、なんか問題解く系のワークとかプリントとかは研げばいいだけだから早く終わらせられるけど、何習字とかさ、ポスターとかさ、ちょっとなんか大掛かり系のさ、作文は大掛かりじゃないけど、シャボン玉ありがとうございます。なんかそういう系の宿題はいつも後回しにしちゃって、夏休み後半くらいで頑張ってる。だからなんか夏休みに先に終わらしちゃう方ですかとか、それとも後で追い込んでいくタイプですかみたいな、よくある質問じゃないですかだけど
私はどちらでもない間です。アイドルしてなきゃ課題を早く終わらせて。でもアイドル してなかったら多分普通に夏期講習行ってして、あの入る前もそうだった。夏期講習行って午後からバラ行ってみたいな、そんな感じだった。大物アートです。読書感想文なら、読書感想文は私は割と大丈夫なんですよね。読書感想文はね、めんどくさいだけでそんなめっちゃ苦手じゃないけど、読んだ本にもよる。あー、日記、日記めっちゃ嫌だ。日記なんか中学校の時産業日記っていうのがあって、シャボン玉ありがとうございます、シャボン玉ありがとうございます。産業日記があってね、産業でさ、産業日記書くの毎日、産業って思って、日記じゃないの、なんか産業だけ書くの、日記を毎日。もうさ、書き忘れてさ、どんどんなんか書いてないのが溜まってってさ、もう作ったもん。自分の想像力で絵日記書いてた、中学校の時あれ、ありがとうございます、シャボン玉ありがとうございます。なんかそう、青はで一行で、それはない。なんか今日はおばあちゃん家に来ました。おばあちゃんが美味しい卵焼きを作ってくれました。美味しかったです。本当になんかそういうない、そういう何、そういう濃さの内容を書くの。ネタがなかったら。先生に質問書いて、え、頭いいですね。え、すごい。あ、もうそうすればよかった。先生は卵焼き好きですかって。そう。ってやってたな、産業日記とか。なんで産業なのって思ってたけど。五七五で産業、あー埋められるね。なるほど、すごいな、当時の私に教えてあげたい。五七五書けば産業埋まるよってあれ、ありがとうございます。それってなんかね、多く書いてもなんか産業なの、少なくでも良くないし、多くても良くないし、産業みたいな。文章で親に手伝って、私宿題親に手伝ってもらったことないんですよ。普通がどうなのか分かんないけど、お母さんとかお父さんに宿題手伝ってもらったことは、なんか習字見守ってもらうとかでもなんかあの NGT 入ってから本当に課題が終わんなくて、終わんない時があって、終わんない時期があって、もうどうしようと思って、もう何も授業の内容もとてもわからないし、課題もこれじゃ課題も終わらせられないし、時間もないし、もう眠いしみたいな時があって、その時にママが助けてあげようかって言ってくれたけど、ちょっとそれはなんか罪悪感に見舞われると思ったので
大丈夫ですって言った。でも習字はめっちゃね見守ってくれてた。450日連続目ありがとうございます。なんかお父さんもお母さんも習字やってたから、お兄ちゃんのだからお兄ちゃんがその夏休みの宿題で習字をママとパパがママが横にいてパパが横にいてニエンが書いてて、で書いてるとこで横から違うそこはもっともっと長くしてみたいな横からすごい話されてるのを見て、あ私も何年後こういうことするんだろうなって思ってて、でも本当にそうだった。しかもなんかすっごいお行儀悪いんですけど、なんかリビングで習字を書くなんだろう習慣があって、でも私が習字の宿題が出始めた時にはもうお家に吉尾と福ちゃんがお家に来てたから、なんかそのリビングの床でやると吉尾と福ちゃんが墨まみれになっちゃうと思うなって、普通に考えてさ自分の部屋とかさ違うさ部屋ってさ習字すればよかったのにさ私なんか机の上に乗っかって入ってたんですよね。めっちゃお行儀悪くてあんま覚えて言えないんだけど、机の上でさ乗っかってさ、あでもあのダイニングテーブルじゃなくてあのご飯食べるテーブルじゃなくてなんか多目的テーブルみたいなそこでご飯食べたわけじゃないんですけど、そう机の上に乗っかって書いてたの懐かしいな。で横にママとパパがいて、違うそこはそうじゃなくて、習字の宿題はあんまり好きじゃなかったかな。そうバラありがとうございます。でもなんか自由研究やったことなくて、なんかこれ言うとすごいびっくりされるんだけどさ、行ってきます、いってらっしゃい、シャボン玉ありがとうございます。なんか自由研究の宿題出たことなくて、なんかあ、ありがとうございます、シャボン玉ありがとうございます。なんかね、なかったんです。勉強しろとか言われるの嫌じゃなかった。うん、言われたら嫌だかも。なんか言われたことないんで、なんか勉強しなさいってあんま言われたことなくて、あんまでも同じもんか。なんか青が本当に宿題とか終わる気配がないときにママが言ってくれる。いや、おーちゃんそろそろ課題しなくて大丈夫なのみたいなちょっと逆に怖いなーみたいななったけど、めっちゃなんか毎日毎日テスト勉強の時とか、テストの時とか勉強すればみたいな、あんまり言われたことない。自由研究なんだよね。自由研究なんかなくても、なく
てもなかったけど、なかった、本当になかった。遠慮されてたままに。おはようございます。勉強しなくても、それは絶対にない。勉強 しなかったら壊滅的に勉強できません。私なんかめっちゃなんか私すごい人よりなんか特別覚えるのが早いとかそういうことはないです、全く。おはようございます。ゆるい感じなんですよ。ゆるい感じで、夏休み習い事も忙しかった、忙しかったけど、習い事も夏休みがあったから毎日ってわけじゃなかったけど、夏期講習が忙しかった覚えがある。夏期講習したくなかった、でも塾の先生と仲良かったから言ってたけど。懐かしいな、夏期講習とか。おはようございます。もう53分だということで、明日の夜ご飯を発表したいと思います。あ、夏休みプールとか行ってた。なんか夏休みプール行かなきゃいけなくてプール行ってた。はい、ということで明日の夜ご飯を発表します。早いですけど、ちなみにね、さっきね塩辛の絵描いたのをちょっと結構やばめかも。はい、ということで明日の夜ご飯はタカ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 タ、どうしよう、どうしようかな。決まってないっていう、どうしよう。決めちゃった。いきます。なんでやねんかもしれないけど、明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん。お寿司です。ハートありがとうございます。あおちゃんを明日しかない。お寿司。みんなは何のネタが好きですか？青は縁側です。縁側も好きだし、サーモンも好きだし、ホタテも好きだし、つぶ貝も好きだし、イクラも好きだし、お寿司は何でも好きです。はい。しめそばも好き。卵焼きは安定に美味しいよね。寿司食いね。お寿司よね。はい。ということで、明日の配信時間は私何時からできるんだろう。夜の9時からとかにしてきます。明日は夜の21時から配信するので見に来てください。はい。ということでスクショタイム、もわもわすもわ。
んの。やっぱさ朝配信だとさ顔違うよね。やっぱ寝起きだからかな。まあいいんだけど。そうです。撮れました撮れました。もわもわすもわもわもわすもわ。はい、ってことで今から今日のランキングを読みたいと思います。レッツゴー。いきます。13位、とびとさんありがとうございます。12位、しろさんありがとうございます。11位、ぽんぽんさんありがとうございます。10位、たからさんありがとうございます。9位、ボーイングさんありがとうございます。8位、かっちょんさんありがとうございます。7位、ベロさんありがとうございます。6位、金堂さんありがとうございます。5位、ゾンさんありがとうございます。4位、みなさんさんありがとうございます。3位、よくんさんありがとうございます。2位、てやるさんありがとうございます。1位、やみさんありがとうございます。みなさん今日もありがとうございました。しいたけしいたけ。はい、ということでまた明日見に来てくださいということで、いってらっしゃい、行ってきます。今日も頑張りましょう。この後塩辛の絵を送るので見てくださいということで、バイバーイ。また明日、バイバイ、ありがとうございます。